ということで、相手の方がね、なんか一手損かな。あ、なるほど、筋違い角ですか。あなたが後手です。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。今日もね、初心者の方、級位者の方にも、楽しく実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、相手の方がね、なんか一手損かな。あ、なるほど、筋違い角ですか。となると、まあどうしようかな。なんか腰掛け銀みたいな形にして角を使えないようにするのも一挙かなと思ってるんですが、まあでも角はね、こうなんか圧迫しながらやっていきたいなと思ってたりするんですけど、まあ腰掛け銀の形にして、で、あなた角どうしますっていう風に聞いていきたい。あー、これはですね、ここを突破してこうとしてるんですかね。で、その狙いを、まあこの歩で止めておきたいですよね。角をここに利かさないでねっていう意味ですね。うわー、マジでそれ。こう取って、ん？取ったらどうなるの？取って同銀ってこと？ほう。この角が邪魔だって言いたいから、なんか銀とかで圧迫していくのかね。今すぐ歩突きはさすがに、取って叩かれて寄った時に銀当たりが先手やとは思うんだけど、ん？取って歩は、うん、まあやりたいのはわかるんやけど、これで一応銀当たりなんで、まあ支えたくなるよね。で、まあでも角取りに行きたいかな。ああ、飛車走れませんよってするんやったら、角打つとか？ここに角打った時に、なんかありますかって話で。まあでもね、守ってばっかりでもね、尺なんで、そうね、この歩を守るなら、歩を守るのか、この角殺しに行くかって感じですか。銀、取って取って、飛車、ここに銀がある、角、歩、歩叩きがあるね。今すぐは、歩叩きがあって大丈夫そう。この角やっぱ邪魔だな。まあ、殺しに行きますか。こっちならこっち逃げちゃうから、こっちかな、やっぱり。まあ、邪魔な筋違い角は消しに行きますか。マジっすか。それ取ったら、おー。まあ、玉だけは一歩寄っときますか。なんか威力はちょっと怖いよね。と金作ってきたら、そのタイミングで歩叩こうか。で、これ取れないんですよね。取ったら王手飛車あるんで、取れないんですけど、これで取り返しておけば、いいんじゃないって思ってます。取ったら、まあここに角打って王手飛車でアウトでしょ。だから取れずに横か縦に引くしかないと思うんですよね。で、まあ局面が収まれば銀と角の交換になってると思うんで、ほおお、それは例えばと金払うとどうするの。飛車と銀だけでしょ。飛車と銀だけの攻めでしょ。これは続かないような気がするな。で、確かにこうね、銀をね、活用したい気持ちはわかるんだが、ここの銀とこの銀を交換する、例えばこれ攻めの銀に見えるよね。ここにおった銀やろ。俺これ守りの銀やし、取られるのも尺やから、まあ一回下がっとくんかな。下がっといて、っていうのが良さそうかな。7分。なんか今すぐ、ここに角打ったりすると、なんか一回角、どっかに逃げないかんとか、
なんかそんな感じがするんで、いやまあどうなんだろうな、これ角かな、角でぶっちしてきても同飛玉しといてって感じかな。で今度こっち側になれるよね。ここに銀とか打ってきた時に一応死ぬっちゃ死ぬんか、死ぬっちゃ死ぬから、うーんちょっとめんどくさいか。角の退路ルートを作っときたいなとも思ったりするし、いやーこれ同銀同飛車なら、うーんそうね、これ難しいね。どうしようか、こういう乱戦ねあんま好きじゃないんですよね。まあでも角打ちはあるかな。角打ち飛車ぶっち銀打ったら一応そうね、まあでも角で勝負するか、分からんけど、まあこの飛車を負担にさせるのはどうかなっていう感じの指し回しですけど、でこれが一回例えば縦に置けるようだったら、この銀じゃなくてこの銀とかでこの飛車をなんか狙いに行ったらどうかなって思ったりしてて、ほうほう、例えば桂馬跳ねると一応ここの歩はまだついてこん、だいぶ距離があるから、あでもここに将来的に銀打つ手とかあるのかな、まあ、桂跳ねたら下がって馬作っといてみたいな、まあ桂跳ねるか、桂はとりあえず跳ねようか。なんかね、手順にここに中央にも使ってきそうな感じするんで、あ桂馬を跳ねていきますか。でそこに行った時に角を納得かどうするかって感じかな。角は納得きますか。まあ角は納得か。でうん、まあ小瓶を開けたらね、ちょっとねこの角とか渡しにくい感じの陣形にはなっちゃうんですけど、角渡さんかったらええでしょっていう考え方もあったりして、さあそれはなんだ、飛車の横利きを、まあ、作ろうみたいな、そういう系にも見えるし、取ったらここにふたらしとかあるんかな。そうね、取らない方がいいような気がするんだよね。飛車回るか、飛車回ったらここに銀打ちか、めんどくさいな、めんどくさいね。ということで、そうね、何かしらこの辺になんかこう拠点を作りたいなと思うんですけど、これ難しいね。まあ、取るか、取って歩垂らせる、垂らさせる、銀が2枚あるからさ、なんか金とか上がってもめんどくさいんだよな。この辺になんか、この辺になんか力足したいな。馬以外で力足したいな。が、歩ついて歩垂らしになんか馬寄ったりして、この歩を払いに行きながらみたいな。銀ならこっち避けといて、歩払って。いや、まあでも力足さないかんな、これ多分。力足した方がいいかも。なんか銀とか打って力足してくんかな。飛車回ってくる手、回ってくる手とかあるんかもしれんけど、なんか技かかりそうなんだよな。まあ一応飛車がこう先手にはなるけど、まあ、これ取っといて、なんかこの辺になんか力集中させたいなっていう感覚がありますと。でこの場合は、まあ、飛車回りとかは歩とかで止まるし。ということで、ここに力足してきたんですけど、これは追って銀でこれ抜けそうだよね、これ。抜いた後になんかある？これは抜けるぞ。まあ、ここに上がってくるんかもしれませんけど、抜いといて。それは抜いといて、でそうね、まあ、やっぱりこの辺に力足したのは、まあ、結果的に正解だったかもしれん。でこれ角が今度狙われるのかな、この桂
桂馬によって、それは避けたいなと思うならば角をこうやってピョンって飛び出る。でこれ紐がつけにくいでしょうという感じでどうかな。これどうかな、これこうやったらどう。なるほど、そっちか、こっちじゃなくてそっちに行ったのね。これ例えば銀とか打ったらどうすんの。銀とか打って金どいてくださいって言ったらどうすんの。3分。か、銀、いやでもこれ逃がすな、王手は王手か。どうしよっかな。飛車を活用したいね。なんか今遊んどるからさ。飛車を活用するんなら、例えばこうやって回っとったりする。叩いて桂馬がきそうか。まあまあ活用していきましょう。相手からやりたいって、まあやれる手は少ないと思うんだが、一応ね、相手の攻撃陣は飛車と桂馬と相手の持ち駒の銀ぐらいでしょ。30秒。ああまあ一応そういう手もあるっちゃあるのか。こっち行ったらついてきて終わりやから、これは取るしかないのかな。これ金を上ずらせたいなと思うんで、こっち取った方がいいかな。まあ銀の方が一応価値は高いんですけど、こっち取った方がいいような気がしてて、で取っといて、で角でしょ。2分。まあここかな。歩打ってくるかな。まあ歩足していきますか。で玉で取ったらここ桂馬があるんで、で何もせんかって歩なる同金なら毎回こう歩打ちがあるでしょっていう感じでどうかなと思ってたりするんですが、まず一回利かすよ。でここに歩打って銀がこっち行った時にもう一回歩打ってみたいな感じかな。まあ、歩打って同銀ならもう一回歩打ってみたいな。これは一応王手か。どうしよっかな。玉戻るか、でも戻るか下がるか、戻るか下がるか。1分30秒。飛車が効いとるんか。そう、飛車が効いとるのが意味があるんかな。まあ下がるか。なるほど。あなた角邪魔ですっていう風に一回ちょっとお帰り願いましょうか。まあここに飛び出してくれる分にはここに効かなくなるんで、まあどっちか、なんか攻めに効かすのか守りに効かすのかどっちかにしてくださいっていう、まあ、邪魔な駒を攻めるみたいな感じですかね。まあここに出てくるとは思うんですけど、これで引いといて、これで引いといて、なるほど、どうしても角を通したいと。であるならば1分。そうね、銀打って銀歩、桂馬地下足すか。いやーなんやかんやこうね、ジャンプした桂が活躍してきそうですね。あとねここに銀打っときたい。銀とかなんかねこの辺縛っときたいな。こうなんか右側から攻める手と左側から攻める手みたいな感じでやっておきたいな。でこの角たちは両方とも動けないはずなんで、風銀、まあこれ取っとくか。いやまあ良くなかったけどな。まあまあしゃあない。とりあえずね時間がないんでぼちぼちねテキパキさせていかないかんのですけど、これは歩なって同銀に桂なら玉、それ催促してきたけど、これは銀ぶち込んどいて同銀、それはこっちかな。金が取れたのでっかい。で飛車なってって、
テーマ打っとくかな。それはなんだ、これは取っといて、馬ができるけどこっち寄っといて、ここに桂打ちたいな。まあでも合駒、うん、桂馬打っときたいな、桂馬打っときたいな。桂馬打っといて下がれば駒がないからアウトでしょうって感じで、それまで詰めろじゃないと信じたいんで、と桂馬打って飛車取られて、これが詰めろかな。飛車は渡してもいいや、これ取っといて、ここに飛車打たれても大丈夫、こっちでも大丈夫。って感じでどうでしょうか。まあ一応ここまでの詰めろかな。銀打てば、銀か金か打てば詰みよね。歩でも金とか詰みですよね。ここ一手詰め見てるんで、それはこうかな。20秒。王手ラッシュが来るとしたら、この辺になんか王手してきそう。なって金で取ってみたいな感じで。金渡しても、この最後に、まあ、銀とか打っとけばいいかって感じかな。取って、で、角なって、で、飛車なってきて、みたいな感じなんでしょうけど、まあ、桂馬打っといていいかな。で、桂馬打っといて、これで相手は金だけなんで、王手が続かないと思うんやけど、ここに打っても、まあ、同玉で大丈夫かな、と思ってます。切ったらまあ同玉かな。まあそうですね、そんな感じかな。一応一手詰め見てるんで、銀が上がったら下がって寄ってみたいな感じ、下がっていけるかな。銀が上がったら下がっていけるな。で金受け、それを取っといて、それも避けといて、で、避けといて、それはアウトかな、それはアウトかな。こっち行って金までかな。はい、ありがとうございました。やったね。はぁ、危なはい、感想戦やっていこうと思います。はい、感想戦やっていこうと思います。今回ですね、相手の方が筋違い角をやってきました。で、評価的にはまあ全体的にまあ俺の方が、勝ってたみたいなんですけど、途中ね、なんか危なかったり、なんか積みかなんか逆転してる場面があったみたいなんで、そこもね、詳細見ていこうと思います。はい、97手目ですね。これね、4日馬っていう手があって危なかったみたいです。てか死んでたみたいなんですけど、例えば4一馬、これタダやと思って取っちゃうと飛車打って詰みとなっちゃうんで、馬が取れないんですよね。で、馬取れないからって言って逃げたとしても、まあ馬切ってきて同玉に、まあ金と飛車があるんで上から押さえられるってことですよね。で、例えばこっち逃げたら金が来るし、下に逃げたら、まあ5二飛車から、まあどっちに逃げても竜が鳴って終わりですね。なので、これ取らないってしかないっていうか、まあ取れないんですけど、仮に逃げたとしたら、こうやったら、例えば馬が効いてるんで、こっち側に金打てば角の利きで詰んじゃうんですね。なので、上に逃げるとしますと。そうした場合、今度は馬がここに効いてるんで、このね、左側に全部効いてるんで、飛車とか金とか、まあ打つことによって、で、まあ金の方がいいか、金の方が分かりやすいか。金なら、まあここにも逃げれなくなっちゃうんで、これで詰みということで、結構危なかったみたいなんですよね、実は。まあ、飛車捨てていいとか言ってたけど、これは死んでたみたいですね。なので、まあ安全に行くならどっかに避けとくんがいいんでしょうね。避けといて、まああなたどうしますかって聞いてから、まあ桂馬打ちで縛ってもよかったかもしれませんね。ですね。はい。で、逆に、94手目で、俺はまあ、本譜は桂馬をここにね、打っちゃったんですけど、桂馬を打つ前に、2七銀打ちで、危険地帯に玉を誘っておくような手があるみたいで、例えばこれで、逃げる手、こっちに逃げたら、竜引いて詰みですよね。なので、これ取るしかなくて、誘っといて3五桂打ち。で、これ下がったら、まあ、やっぱり金打ちがあって詰んじゃうんで、
まあ、上がってくるんですけど、上がってきたら今度はここから軽打っていくと、どん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 危険地帯におびき寄せていくんですね。で桂馬取ったら金打ってこっち寄るしかなくて、まあやっぱり竜がねここに入ってこれるんで、ここに逃げる手はアウトになるんですよね。このなのでこっち側に逃げてくるんですけど、3四金打ちで今度端に逃げるしかないと。ここは桂馬が効いてるんで端に逃げるしかないんですけど、突き歩詰め、端の歩を突いて、これで詰みとなってるみたいですね。いやこれをね、これはさすがにね、まだまだ30秒、残り30秒ぐらいだったと思うんで、その時点ではちょっと読めなかったですね。まあ、そんな感じでね、この辺はもうまあ一応その詰みがあったみたいですと。で相手の方が王手ラッシュ仕掛けてきたんですけど、まあしっかりね、最後の無理詰めを咎めて、最後はまあ詰みという形に持っていきましたと、いう感じで、まあ、筋違い格の戦いでした今回は。はい、ぜひね、高評価とチャンネル登録していただいて、次回もね楽しみにしていってくださいということで、今回もお疲れ様でした。おはよう。